ルス戦艦の中ってモノケロスとは結構違うんだな。モノケロスって何ですの？レックスは見たんじゃないか。ゴルトムントの桟橋に停泊してただろ。シンたちの黒い船だよ。あのすごいやつか。アルス船じゃないんだよな。詳しくは知らないけど、そう見たんだな。すごいもん、トラも見てみたいもん。もう見られる機会はなさそうだけどな。ミイラの連中に再会しない限りは。もももん、偶然見たくなくなったもん。ご主人、心変わりが早すぎですもん。モノケロスもすごかったけど、このアルス戦艦もすごいよな。だよね、見たことないものばっかりだ。ふふん、このアルス戦艦はステルビア帝国の最新技術の結晶も。一般人は中に入らせてもらうことさえできないの。最新技術って言ったって、サルベージした技術を利用してるだけだろ。いや、独自の改良を加えて使ってるみたいだ。ほら、ここに埋め込まれた機械だって元がわからないくらいいじくられてるしさ。それはアルスの神経へ信号を伝達するための制御番号。ここからアルスのあちこちにケーブルを取り付けて、情報別に信号の制御を行ってるもん。へえ、すごいじゃないか。このケーブルだって従来のものよりも伝達速度は 2.4 倍、容量に関しては12倍も。他の国で使っているようなものとはレベルが違うも。じゃあこれを小型アルス船に乗せたらものすごい効率が上がるな。えっへん、その通り。私にはちんぷんかんぷんな話だな。花はどう思う？どうしてご主人が自慢するんでしょう？ふふん、よくぞ聞いてくれたもん。このアルス戦艦に使われている技術はなんと花の動力や駆動系にも利用してるもん。驚きですもん。しかもしかも花のものはさらに改良して組み込んであるもん。さらにびっくりですもん。もしかして帝国の技術を盗んだのか？なあトラ、それってかなりヤバいんじゃないのか？技術の進歩のためには多少の危険は覚悟の上も。ただ花に組み込んであるシステムはステルビアの技術者にだって解析することは不可能も。何の心配もいらないも。花は自分の出生の秘話を聞いてちょっと不安になりましたね。大丈夫も。多分